スクール・キル川からフィラデルフィアの街並みを見るスクール・キル川はアパラチア山脈を南東へ下り上流は石炭地帯であるスクール・キル川で流域面積は5180平方キロメートルで東の川と西の川が合流してスクール・キル川となりその後小スクール・キル川などの支流を合わせていく1820年代にこの川を春節して スクールキル運河として、主に石炭と鉄鉱石と鉄鉱が運ばれた。スクールキル川が経由する町は、ポッツビル、レディング、ポッツタウン、ノリスタウンで、いずれもペンシルベニア州東部にある、石炭採掘、または、鉄鉱作りに関係した町である。スクールキル川自体が、スクールキル運河になっている。またこの川に沿って、レディング鉄道、ペンシルベニア鉄道が通っている。 フィラデルフィアからレディングまでは国道422号線が川に沿って通る。ありがとうございます。